ライブ始まりです。質問にもあったんですけど、うん、あの低め、うん、え、まあ、低めの打ち方ってあるんですか。低め、はい、うん、打った時に結構ポップフライになることが多くて、僕自身も、はいはいはい、あの低めも真ん中も高めも、まあ、いろいろ打ち方が違うように見えるんだけども、基本全部一緒です、はい、低め打つ時のスイングはどういう感じなの。ちょっとこうアッパー気味ってこと、はい、もうアッパーすくい上げるんですよ、うん、それはなんで、なんか低いから、はい、もう生まれつき生まれつきすくい上げるもんだと生まれつきアッパー気味、はい、低めを打つときに、はい、こう右肩を下げるなとかね、まあ、左バッターだったらこう左肩をこう下げるなっていうような、はい、ね、だけどこれはもう明らかに間違いです。うん、下がってもいいんだよ、はい、下がってもいいの肩っていうのは、はい、だってこうは打たないでしょ、はい、そうですね、肩を下げないって言ったらさ、はい、こうよ、無理だもん、届かないもん、無理だよ、無理、はい、基本的なそのスイング、はい、まあ、真ん中振るときに打つ高さあるでしょ、はい、でこの時にの捉える形、はい、これ今ヘッドがねグリップよりも上がってると思うし、はい、ね、こうね、はい、上がってるんだけども、これが基本形です。でこっからこの形が高めとか、はい、低めと。それ何を変えました今。角度、肩の角度、真ん中の形、ここの形がこうなったんですね。こうなるんですよ、高めの場合は、はい、この左肩が下がったからっつって、はい、ヘッドが下がるっていう理屈はまずないの。この低めをトライにいってるでしょ、はい、トライにいってるよね、はい、これが平行になったらこうなるわけだ、はい、ね、高めをしばきにいった時に、はい、ちょっと戻したら戻るわけ。真ん中の打ち方と一緒なの、結局高めも低めも全部アウトコースもインコースも、へえ、まあ、真ん中のね、はい、ところで合わせたところから、はい、グッと下げていくんだよ。下げる、下半身、下半身っていうかこう角度、はい、肩見ててほしいんだけど、はい、こう下がってくよね、はいはい、そうすると下がってくるよね、だんだん、はい、さっきはヘッドが上がってたのに、はい、この形は固定したままこっちの左肩を下げていくと下がるよね、はい、ね、でこれだときついわやっぱ状態だけだと、はい、だから素振りでも言った、はい、打ちに行くときに下半身を使って、はい、下半身で潜り込みながらその体操を作ってくる。あの低めのボールを打つときはやっぱ上半身だけでいっちゃダメだね、ね、肩とヘッドのそのあの角度は全部一緒だって話でしたけども、低めを打つときはやっぱりこう下半身を最初に潜り込ました状態からさっき言った角度、そうすれば絶対ヘッド立ってんだよ。このヘッドがこう立つことがヘッド立つじゃないんだよ、はい、下がってるように見えるんだけど体の角度が下がってるように見えるだけであって、これはしっかりとしたヘッドが効いてるボールに負けない角度になってるんだよね。ヘッドが立ってると球に負けないってことですか。負けない。ヘッドが寝てると負けやすくなってしまう。負ける、はい、やっぱ低めって打つのが一つ難しくなるんだよね、うん、だからこう、はい、ピッチャーとか教える人はこう低めに集めろとかさ、はい、うん、っていう風なことにもつながってきてると思うわ。というわけで、うん、低めを打つのは難しいので、うん、高めを狙っていきましょう、うん、本当何今の時間返せよ徳さんの低めを打つバッティングでした。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。以上です。お願いします。